皆さんこんにちは。前回の動画で、僕自身がやってるメンテナンスの美容皮膚科編についてちょっとお話しさせてもらったんですけども、今回は、さらにもう一歩踏み込んで、普段やってるメンテナンス美容外科編について少しお話したいなと思います。で、まず上手に説明していくと、まずやっぱりボトックスは定期的にやるようにしてますね。で、実際今もちょっとボトックス打った直後なんで、ちょっとこの鼻の部分が白くなってますね。でもやっぱり人間の顔ってこう小じわが結構刻まれていくと、それだけで結構やっぱりエイジングした印象って結構出てしまうし、ちなみにやっぱり一回シワが刻まれてしまうと、それを消すっていうのはかなり大変なことになってくるので、僕の場合はもう事前にシワが刻まれないように、おでことか眉間、あとこのビハインの部分で、あと目尻とか、顎の部分ですね。で、あと、意外に知られてないんですけど、首とかも結構やっぱりエイジングが出やすい場所になってくるんで、そういうところを中心に、ボトックスは定期的に打つようにしてます。で、その次がやっぱり、絶対外せないのはやっぱヒアルロン酸になってきて、で、そのいっぱい打ってないんですけど、僕もやっぱりこの特に男性とか、その顔がもともと肉付きが少ない人っていうのは、この頬の部分っていうのは結構こけやすいので、このいわゆるゴルゴラインの場所についてやっぱヒアルロン酸の注入やってますね。それで、ヒアルロン酸ボトックスで登場してきて、それで、あとその、特に目の周りとか細かい皮膚のすごい細かい表面的な小じわをケアする上では、ボトックスだけとか、そういうちょっとこう小回りが効かないところがあるので、そういうすごい小じわが生えやすいパーツの際の部分に関しては、通ってるあの患者様も多くやってもらってるんですけど、いわゆる成長因子の注射、うちではビハラ注射って呼んでるんですけど、そういう成長因子系の注射をちょっと目の周りにするようにしてます。で、もう一歩踏み込んで、あとその手術系ですね、今までやってきたことのある、オペ系の話に移っていくと、まずは僕結構この目の下のクマがすごかったんで、いわゆるあの脱脂術、あとよく言われてるのは切らない目の下のたるみ取り、クマ取り、いわゆるその目の下の、クマに対する外科系の手術を受けてます。で、あとは、やっぱり顔がやっぱりもうたるみが出てくると、やっぱりそれはもう当然ですけど、エイジングして見えるし、たるみが出てしまってからこう後手に回ってしまうと、やっぱりその後のお手入れってもすごい大変になってくるので、糸のリフトアップは定期的に受けるようにしてますね。ハイフでこう顔全体を引き締めて、それをこう物理的にやっぱり糸で持ち上げるっていう形で、やっぱ糸のリフトもすごい重要視してて、定期的に受けるようにしてます。で、入れてる糸の本数もやっぱり今まで全部通算するとやっぱりもう50本以上入ってるのかなっていうところになってきます。でも、まとめてしまうと、でも自分が受けてる施術って、今言った、5通りぐらい、本当ボトックス打って、でヒアルロン酸打って、であとはもうちょっと細かいところ、ちょっと成長因子打って、であとはもう、基本的な外科の手術と、あとは糸のリフトっていう、言ったらすごい一般的な内容のメニューになっているので、そんなこうすごい特殊なことをしなくても、基本的なメニューを、ちゃんとこうバランスよく受けていけば、そういう不自然さも出すことなく、そういう自然な印象を保ちながら、エイジングをこう、すごい遅らせることができるんだよっていう。で、ちょっと話が大きくなりますけど、昔から不老不死、年を取らないっていうのは結構人類の夢だったと思うんですけど、で、今も、もちろん完全に年を取るわけにはいかないですけど、でも、そういう基本的なメニューを、ちゃんとこう分かった上でちゃんとした人にやってもらったら、限りなくその顔のエイジングっていうのは結構遅らせることができる、
まあ、時代にもなってきてるのかなと思うので、で、まあ、これからもどんどん美容医療っていうのは、まあ、こういろんな人にとって、まあ、身近なものになっていくと思うんですけど、まあ、そうなってきた時にやっぱりこうちゃんと正しい効果のあるものを、まあ、言ったらちゃんとした値段でやっぱり受けていくっていう、まあ、そういう、まあ、美容の知識、まあ、美容リテラシーっていうのがやっぱり結構これからの時代は重要になっていくし、まあ、そういう美容リテラシーの高い人が、まあ、いい施術をこういい値段で、で継続的にずっと受けていって、で結局その外見的な若さもこう上手に保っていけるっていう、まあ、そういう時代が近づいてるのかなと思うので、で、まあ、少しでもこの動画はそういう人たちの役に立って、で、まあ、そういう、まあ、美容格差じゃないですけど、そのみんながまあこういい感じで、まあ、こう綺麗さを保ちながら、まあ、過ごしていけたら いく上で、この動画少しでも役に立ってもらったらいいのかなと思って、まあ、撮らせていただきました。で今後もまた、まあ、ちょっとあの細かい内容、まあ、個別の処置とか、まあ、レーザーとかもいろいろあるんですけど、まあ、そういう美容に対する、まあ、正しい知識とか、まあ、役に立つようにあの情報発信していきたいなと思いますので、はい、なので、また次回の動画もぜひ楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。